はい、こんにちは、里五郎です。今日はですね、青大将赤ちゃんの大きさの比較をしていきたいと思います。こちらが去年の5月ぐらいに捕まえたやつですね。でこちらが今年の5月ですね。ちょっと見てみましょうかね。噛まれるかな。よいしょ。あ、ちっちゃ。ちっちゃいっすね、これ。ちょっと入れてみます。ないっすね。細っ。これが1年経つとこんなになりますね。これはでかいですね。長さがほんと2倍ぐらいですかね。こっち多分30センチぐらい。顔が怖い、これ。噛まれそう。怖っ。こっちも噛んできそう。これは全然大きさが違う。怖いですね。だんだん怖くなってきました。色が違うんですね。これはね、まあ個性なんですけど、多分たまたまね、この優しかったやつがね薄かったんで、こっちは薄いです。こっち濃いです。青大将のあの色に近づいてるっていう可能性もあるんですけど、こっちはね、でもともとほんと薄かったんで、こっちは本当はこの色が多いです。赤ちゃんのね、マムシみたいです。ああ、かわいいですね。噛んでくるかな。怖いね。怖いです。噛まないね。びっくりさせちゃうとね、結構ね噛みやすくなってきますね。こっちは噛むかな。お、対面、ご対面しました。くわ、ご対面しましたよ、初めて。喧嘩はね、しないと思いますけどね。でもお腹空いてたら多分こっち食べられちゃう可能性もあるんでね、これは一緒には買わない方がいいです。それにしてもこれ小さすぎましたね。多分これ去年の秋に生まれてると思うんですけどね、今年は生まれないと思うんですけど。長さが倍で太さがほんと全然違う。そこにヤモリがいます。食べないです。お皿が違いますね。
つだし。デコボコなんですよね、こっちデコボコになってます。きます。デコボコ。これが謎です。デコボコになってます。こっちもすいません。顔が違いますね、なんか。こっちはなんか。こっちは。顔がなんとなく違いますよね。可愛いです。ということでね、今日はね、1年後の青大将の赤ちゃんですね、大きさの比較してみました。可愛いですね、これ。全然違う。大人がねいればよかったんですけどね。3体比較できたんですけど、大人が今いないんですね。なかなか大人見つからないです、今年は。今まで捕まえた中でも一番細いですね。生まれてすぐ冬眠したかよくわかんないんですけど、生まれたつなんだかわかんないんですけど、こわっ、噛んできた、こわっ、迎えてみようか。はい、怖いです。優しい、優しいです。噛まないですね。かわいい。もうちょいこっちに来てほしい。目の大きさの違い。ちょっとこっちに。ダメか。細いっすね。怖い、怖いです。噛んできます。こういう風にね、ちょっと持っていきたい。ウケる、これ。今の取れましたかね。全然これ痛くないんですけど、これ触ろうとすると噛んできます。こうして噛まないか。よいしょ。こっちに持ってきてた。こっちに持ってきてた。そう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 。お、できました。
大きさの比較できましたね。こんな感じ。あ、いい感じですね。全然違うんですね、大きさはね。先っちょの最後の尻尾ぐらいのとこ、ちょうどこのぐらいが。この胴体とこっちの尻尾が一緒ぐらいの大きさですね。いや、全然違いますね。ご視聴ありがとうございました。